フィジー。さあ本日はですね、久しぶりに冬中クッキングやっていきたいと思います。イエーイ。で今回はですね、ホットケーキを作っていきたいと思います。でもただのホットケーキではございません。こちらを使いながらやっていきたいと思います。あのミニオンの形になるプレートが売ってて、それを買ってまいりました。ホットケーキなの、作ってみたいと思います。まあ、ケーキ系でございます。はい。でまず中身を、まあ、紹介やっていきたいと思います。はい。まず説明書、説明書ね。はい。でまずこの中に入ってるのはプレートですね。これほらプレートなんですよ、ミニオンなんですよ。ちょっと袋かな。ミニオンのプレートか、かわいいな。なんかよくこんな感じ、意外とちっちゃいんだね。かわいいね、うん、なんかちっこくてかわいい。これですね、中身はあのミニオンの形になってますね。すごい、ま、わ、よくあるじゃないですか、こういうの。でもミニオン初めて見たよね。うん、まず生地を作ろう。では生地を作っていきたいと思います。はい。一応ね、あのチョコバナナパンケーキにしたいと思ってるみたいです。ではレッツゴー。ということでですね、まず牛乳を130入れていきたいと思います。はい、いけた。うん、うん、130ml をボウルに入れて、これですね。はい、これをボウルに移すと。はい、うん、で溶き卵1個分。はい、溶き卵1個割って入れてください。これで卵を割って、で混ぜて中に入れる。そう、はい、これですよね。これってもらって、でバナナも1本入れちゃうみたいで、潰すんだって。中でどうする、バナナ入れちゃう、入れちゃいましょう。フォークで潰す感じになって、これブサって、あ、そうそう、バナナはねブサってでかいですからね、だいぶでかいね、このバナナ。すごい高級のバナナ、やば、かっと、うわ、かわ、分厚、こんなバナナってか、うん、フォークなので潰した方がいいかもね。力いっちゃうか、いけそう、全然いけなさそう。ちょっとね、あのね、熟してた方がいいですね、きっと。イメージではね。あ、でもちょっと柔らかくなってる。それかちょっとさ、あのナイフで切っちゃえばよかったね。ああこんな感じで潰して皆さん行くんです。潰して、わかりますかね。これ余ってますねこれ失敗でダメだね。これ違う、こういう時ね、これ出す、してた。ちょっと待って、これをね、まあ潰してもらったらですね、そこにあのホットケーキミックスを200グラムをここに入れます。ちょっとあなたは潰しといてください、あることで気が付いたもので。違う違う、次ね、バターを入れなきゃいけないじゃん。ここにもバターを温めなきゃいけないことに気が付いた。あでも温めなくてももう溶けるかもね。ね。うん。ほい。まあ、男の料理ということで。それも潰しちゃってください、一緒に。どうでしょうか。難しい。どれ。それですね、次、どんどん言ってもらっていいですか。じゃあ。滑って悪い VTuber。はい。で、そこに。だいぶ崩れてきました皆さん。でここに、ホットケーキミックスを入れます。よし、次あのホットケーキミックスを入れたいと思います。流してる、流してる。片手でやったらひっくり返ります。よ、入れるよ。200g ここに入れちゃいますね、皆さん見てください。ここに入れました。映ってますかね、皆さん見えますか。
ホットケーキミックスをここに入れていきました。全部入れちゃえ。はい、入りました。でそれも一緒に混ぜてください。これですね。でこれをでこれをもうひたすらダマがなくなるまで混ぜるという作業ですね。なんか思った以上に硬い感じがします。私にはこんなもんかな。ドロドロする予定なんですけど、うん、バナナが大きかったからかな。分量的にはちょっとね。どうも同じ牛乳入れてみる、うん、ちょっと硬い、うん、牛乳をちょっとだけ入れます。多分おそらく、バナナの量が多かったのででかかったので少し牛乳をここで加えますね。皆さんよし、これでちょっと試してみましょう。あ、ちょっといい感じ、うん、その都度の修正していけばいいと思います。あ、いい感じ、いい感じね、いい感じ、いい感じでしょ、うん、ほらすごくいい感じです。皆さんも見ますか。はい、あのセメントを混ぜてるのなんで、まず優しく混ぜてくださいね。工事現場の人ではありませんので一応食べ物なので、これはきっとね、変なもの入ってないんで絶対美味しいですよ、皆さん。あ、そうこうしてる間に夜になりましたね。あ、日が暮れていった。ね、暗になりました。生地はね、こんな感じなんですよ。もうね、簡単。あの卵と牛乳と、バナナとここまでで、なんだ？ホットケーキミックスだけでここまでできました、生地は。それでですね、さっきの型に入れて焼いていきたいと思います。これ伝ったことないので、どんな感じか全くわからない。ちょっと説明しよう。熱でまず温めるのって、もうバターいらない感じね。バターいけたら、これ。入れるとかだって、余熱で温めてくださいって。こっちが吸盤で、なんかね、まず吸盤でくっつけるみたいですね、下に。見えてるこれちょっと。で、こっちにこれ置こうか。今もう下ごしらえができたので、まずこのさっきのプレートを温めます。まずね、固定、そうですね、固定するみたいですね。固定をして、設置して、で、電源を入れ、余熱をする。電源を入れてください。で、ランプが点灯し、余熱が始まります。何色？書いてます。ランプが消えたら予熱完了ですって。あ、じゃあ今ついてる状態ですね、うん、ですごいですよ、これ3分で焼き上がるそうですね、これ入れた後は。早っできんの本当にっていう感じなんですけど、できるみたいなんで楽しみにしておいてください。電気が消えたら入れていきます。ランプが消えて予熱が完了したら生地を流し入れてカバーを閉じる。電源切れましたか。まだまだですかね。あ、本当だ、すごいかわいい。見えるかな、みんな。今ですね、予熱をしてるところですね、この機械を。これ、スマイルベーカーミニミニオンっていう名前みたいですね。あ、すごい匂いしてる、ここまでで。すごいね。うん、ね。で、一応ね、今日はシロップと、チョコレートを用意しました。結構予熱時間があるね、意外とね。まあ、多分3分焼き上がるってことで、3分ぐらいなるほど。多分いけると思います。ランプ消えるって言ってる、うん、油引く引かない、うん、引かないとなんか引かないみたいね。でランプが消えたら予熱完了です。でそれまで開かないでくださいって。結構ね、予熱に時間、あ、消えた、熱いから気をつけてくださいね、そこ。はーい、おー、結構熱いのが何度ぐらいだろう、これわかんないけど怖い。わかんない、怖いな。でこれ入れてください。はいこんな感じで入れます。一回入れたらだってそれ終了なんじゃ。少しずつ入れていったら間違いないかもね。このくらいかな。あ、これぐらいだね。だよね、ちょうどいい感じじゃない、うん、でもこの横にはみ出たのがちょっと気になる感じね、うん、違う、キープしてない。だからもう出来上がってるよ、もう閉めちゃおうか、うん、このまま行きまーす。でこれでね、3分で出来上がりなので3分間だいたい、わかる、3分見とけばかな、3分ですね。皆さんこれで3分待ってください。そしたらね、出来上がる予定です。で一応お皿準備してあるので、今から3分でいいか、うん、とりあえずもう2分半からやってます。はい、これ出来上がったらすごい簡単だね、うん、結構楽だよね。うん、気上がればの話なんですけど、正直
ちょっと怖い。ちょっと怖いぞ、これ。あ、ちゃんとこれもう出るのかもね。電気ついてるもん、ここ。あ、すごい匂いしてます。ちょっとね、匂いが分かんない。残念ですね、皆様。の想像で、ね、うん、一応ね、ここにあの皿を用意してありますね。残り1分3秒です。はい、カップ麺と同じ時間。これ焦げたらどうなんだろう、中で。うん、やばい、めんどくさい。ちょっと白いところもあった。だって残り30秒。なんかできてる感じです。蓋が上がってるんだっけ、ちょっとさ。ねえ、なんか上がってるいいのか。ちょっと待って。おっしゃった。びちゃんこになっちゃう。おっしゃった。何回も。パンダって。あれ？潰したらびちゃんこになるでしょ。うわ。皆さんこんな感じで作ってみたいかがですかね。もうちょっとかな？うん、もうちょっとかな。あ、なんか電気、なんか変わった。3、ほら。2、消えた。1、消えたよ。0。はい、あの電気消えてるもん、ほら、消えたって。いきますよ、皆様、いいですかね。じゃーん。でもね、結構ちゃんとできてる。ちゃんとできてる感じです。あ、これもちゃんとできてる。どうやって取ればいいの、これ、ね、どうやって取る。本当に。あ、なんか、トングがない、今。あ、ナイフで取ろうかな、やっぱり。なんとなくイメージで。トングを持ってくるの忘れてしまいました。もうナイフとか自分で持ってきたんですよ、家から。いきます。逆から逆だと、はい、おお、なってる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 、見えない。じゃあ皆さん見えるかな。見えますね。ほら、指が立ってるの見えるか。多分見えない。 OK、 じゃあ1個できました。まずでは実食とやっていきたいと思います。これ、うん、で完成図は後で撮りたいと思います。それはとりあえず、でも思った以上に簡単にできました。匂いもちゃんとパンケーキですね。これね、いただきます。で中もバナナ入ってるんで、バナナ味もちゃんとすると思います。はい、アニメも料理下手な人も簡単にできる。そうだね、ちょっと忙しい朝とかすごいいいかも。しかもあの、お弁当とかに入れるのもいいかもしれないです。いただきます。うん、美味しい。おいしい？熱い？うわ、ちょうどいい。ちょうどいい、うん。あ、ほんと。だから、ほんとにパッと食べれる感じがする。おいしい。ちゃんとあのバナナの味も入ってるんで、なんか体にも良さそう。油使わないんで、体にもいいと思う。体にいいね、うん、確かに。なので、なんかこれ野菜の中ね、野菜でもできるみたいなね。野菜パンケーキっていうのができるみたいで、野菜ジュースを入れたりすると、あ、野菜パンケーキができるみたいですね。なのでそういうものを入れるとこうヘルシーな感じになるみたいですね。いろんなものできるんだ。そう、すごいね。こんな簡単にできちゃうんだね。基本あのフライパンかホットプレートで作るものだったら、そう、私もワッフルみたいに作ることもできるんだよね。なのでもしよければ皆さんも買ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日は冬中さんに、冬中クッキー今年ラストになると思うので、今日はパンケーキを作ってもらいました。人形のパンケーキです。なので皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。じゃあしましょうか。はい、食べてるところ悪いんですけど、はい、どうぞ。はい、後で食べたいと思うんで、残りは、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あとインスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 See you again。バイバーイ。またねー。またねー。動画見てくれてありがとう。概要欄の方におすすめの動画などもあるので、ぜひチェックしてね。あとリオンちゃんによる占いもあるので、ぜひそちらも見てね。で、あとインスタグラム、ツイッターのフォローも欠かさずしたらいいことあるかもよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。うん、ではまたお会いしましょう。 See you again。 バイバーイ。またねー。よーし、見てねー。バイ。見てね。見てね。